皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。ついに来ましたね。皆さん、全人類が滅亡するその終わりの始まりがついにやってまいりました。中国武漢で始まった新型コロナウイルスのパンデミック、すでに中国国内で570人に感染し、17名が命を落としました。これはもう日本、アメリカ、ヨーロッパ、すべての国に感染し、全地球規模でパンデミック、いわゆる大規模拡散が猛烈な勢いで起こっております。それを受けて本日朝から日経平均株価、そしてドル円、さらにはビットコインまでもが大暴落を始めております。本日のお題としては、まずこのコロナウイルスのパンデミック、超大規模拡大で世界経済が崩壊する、そしてもともとは人口削減のために人工的に作られた新型コロナウイルス、 CIA が間違って武漢で放出してしまい、大変なことになっております。あとビットコインの方もですね、実は日本国内の取引業者が7800万円分を自分の会社にからビットコインを横領し、それが発覚してですね、やっぱりビットコインは漏洩から防げないんだと、そのような憶測が広まり、急速にビットコインの価格が落ち続けております。少し少々見てみましょう。はい、ということでですね、大変なことになってしまいましてですね、全世界でですね、新型コロナウイルスがもう猛威を振るっておりましてですね、これはもう止められないと。で、日本にも入ってきちゃいましたしね、いろんなインチキニュースもいっぱいありますけど、まあ、全日空も武漢行き23日から欠航ということで、武漢、中国の武漢市がですね、これ武漢には1000万人住んでるらしいんですよ。ね、東京100万人とかいう規模が違うから、もう1000万人住んでて、明日からね、旧正月で楽しみにしてたのに、どこにも行けないと。武漢市民1000万人ですよ。もう規模違うから。それで、全日空もですね、日本の成田とですね、中国の武漢空港を往復してたものを一時的にやめることにしたという記事が載ってるんですけども、武漢の人はですね、中国国内も移動できないと。電車も乗っちゃいけません、バスも乗ってはいけません、国内飛行機も乗ってはいけませんと、このようなね、緊急措置が取られております。これでね、なんとか水際でですね、パンデミックを食い止めてですね、その間にワクチンがね、出来上がればいいなと思っておりますが、見てください、こう日経平均がですね、もう下がってですね、今日は226円83銭下がりましたね。はい。で、ダウの先物なんかもかなり下がっててですね、今日の夜始まるニューヨーク市場がですね、まあ、思いやられるんじゃないかと思います。で、FX の方なんですが、FX もですね、朝から、まあ、ドル円なんか下がってますよね。それで、ものすごい下がってですね、安全資産の円と、あと金が買われてますね、やっぱりね。まあ、これ、冷やしですから、これ1時間足だともう右肩下がりですね。はい。ユーロなんかも、ドルも危険でしょ？ユーロも危険だし、
今月末にはイギリスの離脱が迫ってますからね。ユーロとポンドなんか誰も買わないですから、こんな危ないのね。ポンドも右肩下がりです。5ドルもね、5ドルなんていうのはオーストラリアはそもそも大火災で国自体がやられてるのに、中国の経済が今ストップしてますから、ものづくりなど全部ストップですからね。中国経済に成り立ってたオーストラリアもう倒産するんじゃないかと、そのような形で下がってると。ニュージーランドもそうですね。カナダもそう。はい、スイス、フラン、ランド。人民元は特に大下がりですね。もうやばいですね、これ。はい、本当にまずいですね、人民元は、これはね。ということで、有事の際のですね、有事の際の円買いがもうものすごい勢いで進んでますね、全世界的にね。あと、金がね、買われてますね。はい。そして、ビックス指数、恐怖指数がものすごい上がっちゃってますんで、これドル円、下手すると、今109円50銭ぐらいで保ってますけど、まあ、この1日2日で200ピップスぐらいは下がるんじゃないですかね。107円突入する可能性は非常に高い。ですから、この1日2日間でね、2、300万、500万、1000万ぐらい稼ぎたければ、今がチャンスですね。脇目も振らずね、下にずーっと行っちゃってますからね。今朝って昨日の夜からね。脇目振ってないですから。ですから、こういうのってね、一番いいんですよね。あと、ビットコインですね。ビットコインも、ちょっと前にですね、ゾウさんの、これ1時間足ですが、ゾウさんのお花ですね、これ。ゾウさんのお花をつけてですね、下がったと思ったら、今日またゾウさんのお花で下げましたね。なので、どこまで下がるんだと。これ今93万4000ですね、今ね。はい。93万4000になってますね、今ね。これがね、どこまで下がるのかっていうのをですね、ちょっとちょっと書けないですね、今日ね。はい、93万4000になってますけど、ここでね、一旦下がって、そしてどうなるかなと思ったら、パンデミックとですね、ニュースがありましてね、これ、ヤフーニュースで仮想通貨と入れるとですね、元幹部、こういう、元幹部、ちょっと動画映っちゃうんですけども、IT 関連会社のアカウントに不正アクセスしてビットコイン7800万円相当を盗んだ男2人が逮捕されたと。で、これはですね、1人は、元、VIP スターっていうですね、仮想通貨取引所がある IT 関連会社の VIP スターの役員だったんですよね。で、もう1人は、インターネット上で知り合ったやつで、こいつに顧客の ID とパスワードを渡してビットコイン盗ませてたということですね。はい、それで、7800万円盗まわせておいて、俺に、ちょっと完了させろと。いうことでございまして、とんでもない悪党ですね、これ。とんでもない悪党で、社長の経営方針が気に食わなかったと、会社を潰してしまおうと思ったと、容疑を認めているって、悪党にも程があるのか。し、会社の経営幹部とは思えない発言ですね。ただの子供だろ、こいつって。社長気に食わず会社潰そうと思ったって。もう子供でも言わないと、そんなことって。とんでもないやつですね。で、ビットコインがね、盗まれたということで、いろんなね、対策をしてきましたが、昨年からね、各仮想通貨取引所、国内のね、取引所は、いろんな、対策をしてきましたが、結局ですね、会社の取引所の会社の内部の幹部がね、役員がさ、顧客情報にアクセスできる役員がね、盗んじゃったら、もう、どんなセキュリティもダメですよってことですね。なので、ビットコインやっぱりダメだっていうことでね、下がってます。そんで一時はですね、92万6千円まで下がりましたね。で、ちょっとヒゲつけて上がりましたが、これは、下がりますね、これね、またね。はい。私が言ったように48万円まで下がるのは目に見えて明らかですね。
一旦48万円まで、まあ、下がらざるを得ないですね。今回の不祥事もありましたし、中国のですね、パンデミックも、ありますんでね。あとこれドル円なんですけども、これドル円ですね。これは月足ですけれども、まあ、月足でも陰線が出始めましたね、これね。じゃこれ週足、あ、月足はまだ陰線、まあ出てないですね。週足ですが陰線出ましたね、赤いのがね。やはりここの黄色いところでですね、この黄色いところで、あ、ちょっと、これ、うん、黄色い上のですね、トレンドラインでぶつかって下がってきたと。もう本当にもう、ドンぴったりですね、ここね。ドンぴったりですので、もう何も言うことはないですね、これは。で、日足でもぐい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 下がってますし、4時間足、見てください、これ綺麗な逆横腕型ですね。はい、誰も何も言う必要はないと思います。このままスーッて下がっていくので、まあ、ここら辺ね、上りもスーッてね、脇目も振らずに上ったので、こっから脇目も振らずにね、下がりますから、まあ、もしね、この2、3日で、5、600万か、1000万か、2000万ぐらい必要だっていう人がいるならば、まあ、大きなお金をかけて やってもいいのかもしれないですね。私だったらやりますけどね、これね。こんなチャンスは1年に何回もないんでね。1年に何回もないので、これ15分足でこれ見てくださいよ。この美しい右肩下がりを。はい。こんないい相場はもうめったにないのでね。うん、こうやってガクンってね、ガクンって下がって、ふにゃふにゃ上がりの、ガクンって下がって上がりの、でこれ難しいですね。やっぱ刈られちゃうんで、追加でポジション取ったやつがね。その後、昨日の夜からね、ふにゃふにゃ下がりで、もう少し押し目つけましたけど、このぐらいだったら全然大丈夫ですからね。で、こっから、今朝からですね、バギューンって下がって、一度も振り向かずに下がったと。これはね、誰でも億万長者になるパターンですね。ですから、もしね、4時間足ですが、もしね、この1日2日でですね、1000万、5000万、1億ぐらい、借金返済で必要だっていう人がいるならば、まあ、リスクリワード、期待値計算をきちんとしながらですね、リスク計算をしながら、投資をすれば5000万、1億は必ずいくでしょうね。はい。ということで、今日はね、一番大きな原因は、やっぱり新型コロナウイルスのパンデミックですね、もう急速な拡大で、これ誰も止められなくなっちゃったってことですね。で、早くワクチンがね、ワクチン注射が作れればいいんですけど、今作れてない状態ですね。だから、まあ早く作らないといけないですね。そうしないと世界経済が崩壊しちゃいますからね。中国の経済が今ストップしてますから、まあ、武漢をはじめとしてね、いろんな市が、人の移動を禁止するってことはね、物流も禁止になっちゃうんですよ。はい、トラックが出入りできなくなりますからね。あとビットコインも、パンデミックの影響と、幹部による取引所の幹部による漏洩事件でですね、まあ50万は切ってくるんじゃないかなと思われます。もしねビットコイン今持ってる方がいらっしゃいましたら、一度利確または損切りをねした方がいいのかなとは思います。各自の、自己責任で行ってください。それでは今日ね、第一報をこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。皆さん、コロナウイルスにかからないように、うがいと手洗いを忘れないでください。失礼いたします。